はい、それでは面接を始めます。本日、面接の方を担当します、宮本と申します。よろしくお願いします。早速なんですけれども、自己紹介、簡単にお願いします。はい、ありがとうございます。それでは質問の方を始めてまいります。まずは、学生時代に成し遂げられたことを30秒程度でお聞かせください。では、さらに詳しくお聞かせいただきます。まずは、なぜそれを成し遂げようと思われたのか、教えていただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では、それを成し遂げられるまでに一番苦労されたことは何でしょうか。はい、ありがとうございます。なるほど。その苦労をどのようにして乗り越えられましたか？はい、ありがとうございます。わかりました。今までお話ししていただいた、成し遂げられた経験から学ばれたことを教えていただいてよろしいでしょうか。
弊社を志望された理由を30秒程度でお願いいたします。あ、なるほど。ありがとうございます。弊社を志望するようになったきっかけについて、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。では、弊社に入社した後、どのような仕事に関わっていきたいですか？その仕事は他社さんでもできると思うんですが、なぜ他社さんではなくて弊社を志望されたのでしょうか？あ、よくわかりました。ありがとうございます。ちなみになんですが、他社さんではどのような企業を受けておられますか？
はい、ありがとうございます。それでは本日の面接は以上です。ありがとうございました。